進撃と娘京子岸田邦夫1劇団文学座に席は置いているが、進撃女優の卵に過ぎない次女、京子のことを何かかけという注文である。私は元来自分自身について語る趣味を全く持たないから、たとえどのような立場にせよ、娘について語ることもあまり気が進まない。 しかし、考えてみると、本誌の編集者が特に私にそういう文章を書かせようとする意図もわからなくはない。また、私が今日まで周囲の誰彼か,から受けた質問の内容とほぼ一致しているところを見ると、世間の好奇心もまた格別のように思われるので、この際むしろ進んで私は自分の娘を 俳優にする決心をした心境を率直に語ろうと思う。二。三十年前に私は日本の新しい芝居を何とかして育てていきたいと考え、その一つの方法としてフランスの芝居を研究することを思い立った。そして研究の結果、芝居は何よりも時代の文学と歩調を合わせなければならないということ。 その次には、新しい芝居、すなわち近代劇は、近代的教養を身につけた俳優によって、演ぜられなければならないということを発見した。それ以来、私はいくたりかの先輩友人の機微に付し、乏しい才能に鞭打って、戯曲を書き、演出を引き受け、俳優の指導要請に骨を折ってきた。進撃は、まだまだ、前途、 ほど遠いにかかわらず、私の余命は幾ばくもなく、できるだけのことはほぼし尽くした。そこへたまたま娘の一人が進撃に興味を持ち、この困難な道へ進んでみようという希望を漏らした。必ずしも女優としての素質に恵まれているとは言えないかもわからない。しかし彼女はいわゆる華やかな職業として、 進撃俳優を志しているのでないことだけは私にもよく分かった。それならばと彼女の地道な修行に私も力を貸す約束ができると信じた。三、万一そんな機会があったにせよ、力に余る派手なデビューは絶対に避けること。これが父親としての私の念願である。 文学座の世話役の一人である私は、娘を文学座に預けた以上、こと芝居に関する限り、すべて文学座第一主義である。娘はいつかきっと仕事の上では、父親の存在を呪うことがあるかもしれぬ。それが私の罪でないことを今はただ祈るばかりである。四。二人は現在、 いろいろの都合で別々に住んでいるが、それが彼女のためにいいか悪いか、まだよくわからない。2、3日前の晩も、ラジオで彼女の声を久々で聞いた。田中澄江さんのラジオドラマ、女の時間で、京子の欠点が容赦なく出ているような役で、私はハラハラするばかりであった。 こんなにまで露骨に未熟な自分を投げ出さなければならぬ仕事が他にあろうか、思えば不憫なことである。しっかり勉強して、早く恥ずかしくない役者になりなさい。